栃木愛知県豊田市のご当地アイドルトヨタの星スタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トヨタ出陣ミュージックパーク豊田市民音楽広場インビキャスティングビックスということで、ちょっと暑いんですけれどもね、本当にお集まりたくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。先ほどの MC 中にもあったんですけれども、熱中症の危険性が大変高いので、ドライブ見てる最中でも構わないので水分必ず取ってください。そして靴の間違いが実際に今起きてしまっています。間違えている方気をつけてください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、新衣装です。イエーイ。すいません、私が台本を読み間違えて人も触れないのかね。はい、ということで私たちスタートはですね、先週金曜日の豊田市ミュージックパーク豊田市文学広場の時からなんと2班体制っていうのを実施していまして、はい、ポルトガルとで、もう一回言ってみて、ポルトガル語、うん、合ってるよね。ポルトガル語で太陽を意味するソルチームソル、そして月を意味するチームルナに、ルナに分かれております。今日は、スタート最後のほぼフルメンバーということで、はい、その2班体制でやっていこうと思いますので、先行はチームルナです。大きい声で言っていいんだよ。みんな大きい声出してこうだって、はい、マイクもつながりながらね。はい、それではまずはチームルナのステージに行きたいと思います。気づいてたよ。
Thank you.
はい。そして、そしてですね。はい、それではここで、今日対談するメンバー2人を呼びたいと思います。松崎優奈と佐藤香音、どうぞ。皆さん拍手で。新衣装着ちゃってはい、ということで今日対談する2人から自己紹介と対談の挨拶をここで見てもらいたいと思います。言いましたよね、日本の文化、オタク、ミックスコール、この2人に向けて全力でやっていただけたら嬉しいなと思いますので、それでは最後のステージ行きましょう。それでは聴いてください、ハイブリッドガール。
皆さんみんな上がってきて、ゆなとカロンもう一度前にしてください。乗れるかな。メンバーからささやかなものなんですけれども、メッセージを集めたありがとうやね渡したいと思います。はい、じゃあちょっとリーダーから一言。泣きそうじゃんはい、ゆなとカロンも6期生、間違えたわ、ご期生として入ってきて2年。いやもう本当に問題児でした本当にカノンは歌えない踊れないけど可愛くて、叱ることはいっぱいあったんですけれども、本当に私が怒ってる分皆さんが愛情を多分たくさん注いでくれたので、まだまだ伸びしろあったんですけど、正直残念な気持ち皆さんもいっぱいあると思いますが、まだまだ大きくなってもね、美人で素敵な女性になってください。分かった、不良になっちゃダメだよ勉強もちゃんとするんだよ。はい、ということでありがとうございます。いいよ、ありがとうございました。ちょっと待っててね。ですね、もうユナも同じく何回もやめますって言ったことが何度止めたことか分かんないんですけど、もう多分入った頃より成長がめちゃめちゃ分かったのが分かりやすくて、テンションの上げ下げで悪い時という時の差もあったんですけれども、入った時と見違えるほどスタートとしてアイドルとしてキラキラ輝けているなって思ってます。もう本当に辞めるって聞いた時はショックだったけど、女優さんになるんだっけ、はい、なりたいんだよね。だからもうここで見た人を次に見るのはテレビかもしれません素敵な女性になると思うので、これからもよろしくお願いします。はい、ということで、2人を囲んで記念撮影をしたいと思います。じゃあ5期生を1列目にしようか。同期のあー、いいよ、座って、ペタッて2列で入るかも。せっかく素敵な照明も用意して、たくさん用意していただいたので、2列で入る、3列ぐらいの3列にしようか。はい、それでは固定順になってます。誰か公式で1枚決めさお願いしてもいいですか。あ、誰かからもらうってメンバーから見て左側いきましょう。5秒いきます。4321ピーチャー左側いきます。いきます。5432 1、じゃあ真ん中いきます。で開けてるバージョン5432 1、じゃあちょっと目線が定まらないので全員で目をつぶってラスト5秒いきますね。せーの、4、3、2、1、ありがとうございます。はい、それでは順番を見事に間違えました。ファンの皆さんからもファンの皆さんからユナとカノンにプレゼントがあります。前に出てきてください。おめでとうございます。2人のですね、将来に輝く、ものになってほしいと思います。本当に2年間お疲れ様でした。ありがとうございます。
それでは、本当に終わりたいと思います。じゃあ、ゆな、最後挨拶して締めてください。いいですか？はい、ありがとうございます。以上、私たち愛知県豊田市のご当地アイドル、トヨタの星、スタートでした。